国民大学校は、ソウル特別市場北区長年の77日本部を、置く、大韓民国の私立大学である。1946年に設置された、大学の略称は組む。貧困学生に嬉しい消息国民大学館を、正式に因果等は日本九1946年12月20日合成と、 募集広告等は日報1946年12月27日号朝鮮開放直後の1946年9月に、新翼広市、緊急近畿職、長祖上がるなど、大韓民国臨時政府の要人たちが中心となり、新しい国を作るための人材を養成することを目的に国民大学館として開校した。開校当初は、 婦人産業学校の校舎を借りて夜間に授業を実施、ソウル市小六正重堂道に校舎を建設中だったが、朝鮮戦争の勃発で1950年12月に、富山へ疎開した。1953年9月に、正重堂道校舎に戻ったものの財政難に陥り、1959年10月、総流財閥の創業者である、金成魂が経営を引き継いだ。 1962年に国民女子諸島大学を開校し、1969年併設していた国民農民学校を国民産業学校に改名。1971年にキャンパスをソウル市城北区定領土に移転。1972年国民産業学校廃止などを経て、1981年3月に総合大学に昇格した。 1946年12月の開校とともに国民大学図書家として発足1971年に定量堂の現キャンパスへ移転した際に図書館へ昇格した。現在の建物は総流財閥の創業者で元理事長だった金正魂の画号を取って小谷図書館と命名され1993年3月に開館した。文館として 法学図書館、デザイン図書館が設置されている。蔵書量は文館を含んで約101万3586冊となっている。元はソウル市中区長橋道にあった理長末期の武館で賛成大臣、さらに大韓帝国の初代内閣総理大臣だった半径の邸宅。1892年頃に完成したものの1980年に 長橋道一帯の再開発から撤去される寸前に、金聖魂夫人、美、広氏の尽力から、現在の国民大学校の敷地内に、移築保存された。ソウル市民族資料第7号に指定され、佐藤などの事業や講演などが行われている。小沢一郎民主党幹事長が、2009年12月12日に、新たな日韓関係と、 その役割を担うリーダーの育成と題して2時間にわたって講演している。講演には学生や教員、日韓両国の報道関係者約300人が出席。小沢は講演で先行の経済学より歴史学に興味があったと言及。さらに日本の植民地支配に触れ日本国民として謝罪しなければならない歴史的事実だとした上で、 そのことのみを言い続けていたのでは、両国の将来に良いことがない。両国の長い歴史を振り返ると、支配、非支配の概念で捉えられる関係ではない。日本人も、韓国の皆さんも、そのことに思いを致さなければならないと訴えた。また、小沢は講演で、天皇陛下も、官武天皇の聖母は、くだらの王女だったと認めていると発言した。 定住外国人の地方参政権問題については政府提案できちんと出すべきだと思う。鳩山内閣も同じように考えているので来年の通常国会では現実になるのではないか。この問題は日本側が積極的に取り組むべき問題だと回答している。一方、この講演は韓国の大学で日本の政治家が抗議する初めての講演だった。ありがとうございます。